2017年5月、詐欺罪で捕まっていた男、松尾亮介41歳が、突然、神奈川県警に、死体遺棄事件で自首したいので来てほしいと手紙を送ってきた。なぜ、急に犯行を自白したかはわからないが、松尾の言う通り捜査してみると、秦野市内の建設会社にある浄化槽などから、かつて人間だったであろう断片が約300個見つかった。神奈川県警は遺体損壊と遺棄の容疑で松尾以外の2人、会社員の中里博史52歳、大内正人41歳を逮捕した。松尾は反社会的組織の一員だった。松尾らが命を奪ったと思われる人間の名は岩本和正さん、当時47歳。松尾らや亡くなった岩本さんは同じ会社で働いていた。一体何があったのか。松尾らが働いていた会社の名は青松建設、創設者は上野正史社長58歳。上野社長は2011年に株式会社三陽を、翌年に秦野市地村に青松建設を創業させた。いずれも建設作業員を派遣する土木建設会社で、零細企業とはいえ、それぞれ従業員を10人前後抱え、業績も好調だった。ところが、運転手として雇った従業員が、反社の人間を会社に入れるようになり、それから様子が一変した。会社の金を勝手に持ち出すので、注意したら殴られた。そう上野社長が嘆いたのを聞いた人がいる。別の人は、上野社長が、ヤクザに会社を乗っ取られそうだと言っていたのを聞いた人もいた。上野社長は知る人によれば、一見こわもてだけど話すととても気さくでいい人とのこと。しかし会社に反社が紛れ込んでから様子がおかしくなり、2015年3月、突然上野社長は姿を消した。従業員によれば入院したとのこと。しかし上野社長の行方を知る者は誰もおらず、事実上の失踪であった。上野社長が失踪してから事実上の代表として振る舞うようになったのが松尾亮介であった。松尾はやりたい放題で従業員に容赦なく暴力を振るった。そんな松尾に反抗した従業員がいた。それが亡くなった岩本和正さんである。岩本さんが突然松尾に電話をかけ、いつまでも言うことを聞いていると思うなよ、外で警察が見張っていると連絡。女友達と遊んでいた松尾は兵隊の中里博史や大内正人に電話をかけ、岩本さんを連れ戻すように命令し、秦野市の青松建設に戻ってきた。岩本さんは中里、大内らに青松建設事務所に連れ戻され、事務所に監禁された。肩着に脅されて怒り狂っていた松尾が岩本さんにいきなり膝を入れた。後の裁判で明らかになるが、松尾の公判での供述によると膝蹴りは2から3回だったという。すると岩本さんは突然いびきをかき出した。いびきをかくというのは脳に深刻なダメージを負った時に見られる症状である。それを気にも留めず、松尾らは結束バンドや粘着テープで手足を縛り放置していたが、17時間後に松尾らが再度見に来た時にはすでに息はしていなかったという。いくら腹が立ったとはいえ、ここまでする必要はなかった。しかし松尾らは全員違法薬物をやっており、それを岩本さんに知られたと勘違いしてしまった。発覚するのが怖かった松尾らはうっかり命まで奪ってしまったのだった。やってしまった。もう後に引けなくなった松尾らは凶暴し、チェーンソーで細かく分解。その後火星ソーダに2週間ほどつけた後、小さくなった断片をトイレに流した。チェーンソーは遠く離れた福岡県内の海に捨てたという。後に松尾の自供で見つかることになるが、トイレの排水溝からは300個以上の岩本さんだったものが見つかった。両親の呵責に苛まれたかはわからないが、別の詐欺容疑で逮捕されていた松尾の自白により事件が発覚。
この事件について裁判が始まり、裁判長は被害者が亡くなった事実を隠蔽および違法薬物使用の発覚を防ぐために遺体を損壊遺棄したもので、岩本氏の尊厳を全く無視した犯行と指摘。松尾について終始犯行を主導しており最も犯情が重いと認定した。大内が損壊方法を提案、中里は従属的な関与だったとした。そして判決で遺体損壊遺棄罪などに問われた松尾亮介に対し懲役2年6月求刑懲役3年の判決を言い渡した。松尾とともに起訴された大内正人は懲役2年、中里宏については懲役2年6月執行猶予4年とした。論告求刑公判は傍聴人で満員だった。しかし自首が成立するとして松尾に懲役3年、中里と大内に懲役2年6月が求刑された際には法廷がわずかにどよめいた。一人の命を奪い残忍な方法でバラバラにしたものの、3人とも執行猶予判決が出る可能性があるほど軽い求刑だったからである。理由は簡単で、直接的に命を奪ったということを立件できなかったからである。そもそも岩本さんはあまりに細かくなっており、死因が判別できなかった。こうして恐ろしい事件は短すぎる懲役判決が下されたことで幕を閉じた。しかし一つ大きな謎が残ったままだった。社長の上野正氏の行方である。上野正氏さんの住所によれば神奈川県平塚市のアパートに住んでいるはずだった。しかし現地にはアパートすらなく、誰も上野社長を知らなかった。その前に住んでいた一戸建てもすでに別の人物が住んでいた。生前上野社長は自分の持っていた株式会社三洋の寮に従業員と共に住んでいた。上野社長と同じ部屋に住んでいたという人も連絡はつかなくなっていた。裁判でも上野社長は全くと言っていいほど話題に上がらなかった。もちろん誰も行方を知らないで今もどこかで生きている可能性はある。しかし岩本さんのことを考えると松尾らに処理された可能性も考えられる。松尾のような反社の人間を雇ってしまったがために会社を乗っ取られてしまった。判決はかなり甘くなっているが、相当に闇が深そうな事件である。松尾が入社したあたりから清少建設は薬の噂が絶えない怖い会社と近所で評判だった。反社の人間を雇ってしまった会社の最悪の末路の一例と言える。しかし遺体が見つからないとここまで刑が軽くなるのかと思わせる事件である。真相はわからないが、上野社長の件は事件にすらなっていない。こんな身の毛もよだつことを平気でできる反社の人間とは何があっても関わりたくないものである。